キムワイルド、1960年11月18日隊は、イギリス、ロンドン郊外のミドルセックス州出身の歌手である。父親は、歌手のマーティーワイルド。弟のリッキーも、歌手として、キムより早くデビューしている。1980年にデビュー。ファーストシングルのキッズ・イン・アメリカが全英で2位、全米25位のヒット。1982年には、 土屋まさみのプロデュースによるビターイズベターで日本の清涼飲料水の CM にも登場。その後数曲のヒットを放つが次第に人気が落ちる。しかし、1986年にシュープリームスのカバー、Keep Me Hangin' On をリリースすると芝叩たたく間にラジオ局で火がつき2度目の全英2位をもたらす。また、アメリカではさらに人気が出て見事全米1位を獲得。 翌年は、コメディアンのメル・スミスとデュエットした曲で、全英3位。また、イボン・ヌ・エリマンもカバーした、BG's のイフ、If、I Can't Have You をカバーしていることでもよく知られる。マイケル・ジャクソンのヨーロッパツアーの前座も務める。以降も、世界的に安定した人気を保つ。近年はガーデニングにはまり本も出版。また2006年ネーナとデュエットした曲が、ドイツでヒットし、 ネバーセイネバーにはネーガも参加している。現在は本国イギリスよりもヨーロッパ本土での人気が高い。ありがとうございます。